あのね、大学ぼっちっていうのはやっぱりどこでも問題になるわけですね。で、私の大学ぼっちの動画なんかも見てですね、やっぱりでも私にはぼっちにはいられないみたいなことをいろいろ言われるんですけれど、そういうわけで今回はですね、大学ぼっちの方から見た、まあいわゆる友達を作ろうと頑張っている人、ね、これキョロ充と呼んだそうです。この前に雑誌を読んで分かったんですけど、リア充という言葉は私も知ってたんですが、まあリア充の中に属そうと頑張っていてですね、どんなところでも、あ、近くに友達がいないかな、あ、キョロキョロ、あ、友達いた、あ、ねえねえ、君友達くん、一緒にご飯食べようよ、あ、そしたらさ、今日一緒にご飯食べたその記念写真を撮りましょう。ちょっと手元にあったあった、あ、ちょっと絶対こんなカメラじゃないと思うんですけど、まあこれがスマートフォンだとしてね、ウェーイ、パシャ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 、よし、これを SNS にアップロードみたいな人がね、結構見られるんですね。うちの大学にもね、よくいました。まあ私は最近もう何ヶ月も大学に行ってないので見てないんですけど、多分探せばいることでしょう、今でもね。これは一体なんで起こるのかというところからまあ考えなければなりませんけれど、まあ私は大学には一人も友達がおりません。なんか最近ね、 YouTuber であることがバレてきたんで、この前久しぶりにちょっとね、大学にちょっとだけ踏み入れたら、ああ YouTuber だーとか言って、私も逃げてったんですが、まあ一応そういうことがありましてね。で、なんだっけ、そう、それから見た、まあそういう人たちのことね、まあ別に友達と楽しくご飯を食べているとか普通にやってる人はね、それは何とも思わないんですよ。で、まあそういうね、友達と普通に楽しく食べてるように見えるかもしれないけれど、実際には誰かと一緒にいないと仕方がない、もう寂しくて心配で仕方がないという人もまあいるのかもしれませんが、まあ別に少なくともね、普通にご飯食べてる人については私はよくわかりません。だって見てたってよくわかんないから。まあでも、とかく写真を撮ってですね、逐一 SNS でのアップロード、それからあとは友達が近くにいないか本当にすごくよく探したりとか、あとはね、大学のなんですか、まあメインストリートみたいな、うちの大学があるんですけど、そこを歩いて通りかかった人、うわー久しぶり、うわーみたいにやってる人ね、ああいうのを見るとあはははとこっちとしてはね思うわけでございます。まあじゃあまず私の普段の生活からご説明した方がいいかな。私はですね、大学で、まあ最近大学全然行ってないけど、ちゃんと行っていた時はですね、また今度行く予定ですけど、ちゃんとのまあ休み時間になりますと、一人でまず早速出歩いてですね、生協へ行って買い物をして、でそれからまあちょっと外のベンチなんかでですね、こうお弁当を買ってきたのをこう広げて食べたりですとか、まああとはね、涼しい時期だったら外のね、ところで外になんかね、バーベキューじゃないけどなんかそんな感じで、あずま屋みたいなのがあって木の机があるんですよ。でそこで、ずっと一生懸命微分積分をするとか、まあそういうことをやっていたわけでございます。で、まあそれでですね、私まあ一人、基本的に一人なんですね。で、毎日そんなような生活を同じように繰り返しているわけで、まあ多分ね、キョロ充みたいになる人はどっちかっていうとそういう人にね、なるのがまあ怖いんじゃないかなと思います。で、それでまた SNS にとかくアップロードするというのがね、私もよく見るんですね。本当によく見るんですよ。だから多分自分がそのぼっちではないよという証拠を絶えずインターネット上に公開しなければならないというような、その衝動に駆られているんじゃないかなというふうに私は思っております。なので、まあ、私は逆にね、別に自慢してるわけじゃないんだけど、なんかこうインターネット上に私はぼっちですみたいなこうたまにあげるわけですが、まあそういう方から見ますとね、ちょっとね、あまりにもなんか、まあ端的に言えばですよ、もう君18歳、19、20とかになって一人でご飯も食べられないのかと、そうね、思うわけでございます。ね、ご飯食べて、それを友達と一緒に食べていますということを、自慢しなければ不安で仕方がない、そんな18歳とか、あ、ね、どうですか、18歳でそんなことを、ね、もっと得にできる人なんていっぱいいるでしょう。だって一人でなんか職人さんとかね、の仕事終わって、じゃあちょっと牛丼でも食べに行くかなんて、そんなこと当たり前のはずです。あれ、ね、びっくりしたんですよ。まあそれはね、ディズニーランドとかそもそも一人で行くことを前提としてない施設に一人で行くことについて一人なんとかとか言うのは分かりますけど、もうハードルが高い行為の中で、ね、一人焼肉、一人ファミレス、一人牛丼っていうのもあるんですよね。一人マックとかね。それの一体どこが恥ずかしいんだとこっちとしては思うんですが、それは恥ずかしくて、仕方がないと考えてしまう人がいるんだそうですね。だそうやって見てみると、そんなに、多分向こうとしてはね、ぼっちでいることはみっともないと思うんでしょう。でも、ぼっちとか、まあそうじゃなくても、多分普通の人からすると分かるんですよ。そうね、すごい心配してる様子が。で分かるともう滑稽でしょうがなくなるわけですね。あの人、ああ、なんかあれだな、一人でずっとそわそわしてんな、うわー、こんな年にもなってご飯も一人で食べられないんだと、ぼっちはそう考えているわけでございます。まあそれに対してそういう人たちはね、多分自分がようやく安息の地を見つけてですね、まあとりあえず SNS にアップロードできるような人間を周りに見つけて一緒に楽しそうにご飯を食べるということを開始いたしますと、そうすると、ああね、多分私たちのような一人でご飯を食べて、私はただですね、わあ、釜揚げうどん美味しいなと思って黙々とその釜揚げうどんに集中するとか、それからこう釜揚げうどんをこう食べながらですね、電卓パシ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 、ああやった、今日 YouTube から3000円もらって、わあ美味しいな、もぐもぐみたいな、まあそんなことをやって一人の生活を十分にこう満喫しておりますので、
あまり気にならないんですが、まあどっちかっていうとそういうのをバカにしてる傾向があるのかなと。これはもしかしたら私の被害妄想とか、別にまあそうされても被害は何ら及ばないので、問題はないんですけど、まあ私はそんな風にね、見受けられることがありますというのは、それはつまり周りからの会話でですね、うん、なんかぼっちにはなりたくないよねみたいなことをこう言ってるわけですね。でぼっちに、自分はぼっちになりたくないという風にまあいろいろと言われているわけですけれども、ね、自分がぼっちになりたくないと発言するということはですね、つまりそれはぼっちは癒しむべき存在であるということです、うん、こう言ったらまた問題かもしれませんが、そうですね、何がいいかな、まあ、ちょっとそう簡単には、ね、世の中の差別的発言とかそういうのもありますので、ちょっとうまい例が思い浮かびませんけれど、まあ、例えばですよ、こういう発言はよくされていると思います。ホームレスにはなりたくないよね、というのは、それは逆に言うとですね、まあ、ホームレスが大変だろうなという以外に、おそらくホームレスという人たちを、まあ、ある程度見下して蔑んだ言い方、ね、そういう部分が含まれているんじゃないかなと、こういう説明をすればわかるでしょう。私が別にホームレスさん個人的にですね、何か蔑んだ見方をしているとかそういうことはありませんけれども、まあともかくそういったね、考えをしている人は、まあこのね、感覚で言えば多いんじゃないかなと思います。まあ特にやっぱりそうですよね、スクールカーストみたいなものが、まあなんか大学でもそんなのが最近あるんですね。もうね、だんだんつまり大学教育っていうのが誰でも行くようになりましたから、勉強しようっていうよりは大学を卒業しようってね、勉強ではなく卒業が目的になっている人たちもたくさん来ます。まあつまり小学校は出とこう、中学校は出とこう、高校も出なきゃいけない。このただいまの高学歴の時代になりますと、大学も出なきゃいけない。そうでないと就職できないから大学に行くみたいな人が来ますんで、まああんまりどっちかっていうとですね、大学が勉強の場ではなくて、生活の場みたいな感じのね、あれが強くなんですね。で、普段の生活で、私一人ではどうも心配で、こうね、行動することができないよということを、インターネットなどを通じながら あちこちに発信しているのが、まあ、そういう人たちだろうなというふうに私は見ているわけです。これは偏見かもしれませんが、しかし一つ言っておきますけれど、別に美味しいご飯を食べたとか、友達と美味しい思いをしたから、それをみんなにも自慢したい、見せてあげたい、そういうことで写真を撮ってアップロードするのは、それは問題ないと思うんですよ。ただ見ているとですね、アップロードすること自体がもう目的になっているとか、アップロードすることによってなんか自分のこの立ち位置をなんか実感して安心するみたいな人がね、どうも見ていると私には、ああこの人は多分そうなんだろうなというような人が見られます。大体見ればわかります。なんたって私にはもう友達がおりませんので、そういうのをね、見比べるところはもう超えているわけですね。本当にこれは楽しいと思って撮ったんだろうなっていうのと、撮るために安心するために撮っている、そうね、本当によくわかるもんでございます。で、ぼっちからね、まあ言うとすれば、そんなにね、一人でいても気にならないわけですよ。ね、確かになんか、自分一人でいると、あっちこっちからですね、すごい、自分がなんか一人でいてご飯を食べているっていうのを見下されてるような気分になるから、だからなんとかしてね、友達を見つけなきゃなんて考えるのかもしれないけれど、まあね、その点に関して言えば、多分ね、逆にその様子を周りから見られていてですね、そっちもかなりバカにされてますんで、周りからね。まあ確かに私ぼっちだとか言ってるんで、それは周りからバカにされてるのかもしれません。まあそれはよくわからないんですけど、周りに。だって友達が一人もいないから話しかけてくる人一人もいないんで、そんなことわかるわけないんですけど、まあね、逆に言えば、皆さんだってね、こう私みたいなぼっちから、あなた、友達がいないと、あれですか、ご飯も食べられないんですか、なんていきなりね、食堂で話しかけられたら、まあびっくりするだろうし、私もそんなことしませんから、まあだからお互いに、関係ないのかもしれないけど、でも私みたいにね、そういう人を、あなんだ、あの人は一人でご飯も食べられないんだなと思って、見てる人はたくさんいると思いますので、まあ結局のところ、どっちもどっちなんじゃないでしょうか。それはね、数字のね、統計を取って、つまりですね、簡単に言うと、まあ世の中の世間体だけ考えたらですね、のまあインターネットアンケートかなんかを取ってですよ。で、どっちがまだマシに見えますかってんで、一人でご飯を食べているというところと、それから、友達と、なんか明らかに友達とご飯を食べないと心配でいられないという、まあ、この二人の人がいたとして、じゃあどっちが惨めだと思いますかみたいなアンケートを取って、その惨めでない方に自分のスタイルを合わせるというのは、まあそれは得策かもしれませんが、まああと、それにそこまですることじゃないでしょ。所詮大学なんですからね。うん、まあちょっと話が変わっちゃうかもしれないけど、ぼっちでいられるのは大学しかないですから、社会人になってね、ぼっちでいるのはこれは無理だと思います。私も、まあ、学生であんまり偉そうなことは言えないけれど、でも、バイトとかしてね、いろいろ世の中のことはちょっとは見たつもりでありますが、そうするとやっぱりね、世の中のそう付き合いみたいなのをね、あんまりないがしにするわけにはいかなくなるんですよ、社会人になるとね。で、私もね、別に行きたくもない飲み会に行って、ああ楽しいですねと言って払いたくもない5000円ぐらい払うとか、まああるわけですよ、やっぱりその付き合いってね。
で、そんなこと私はしたくないから、本当はそんな人たちと関係を持ちたくないんだけど、でもそこで5000円を払わないとその人たちの関係が維持できないとなったらね、それを出すしかないじゃないですか。で、そういう感じでね、だから行きたくもない飲み会に行って食べたくもないご飯と飲みたくもないまずい飲み物を飲んで、まあお酒は飲みませんけれども、払いたくもない金を払う。でもその人たちとは、ね、会いたいというか、まあ会っておきたい人と会うというために、そこに金を使って、食べたくもない料理を食べて、時間をかける、そういうことがね、世の中いっぱい出てまいります。何もね、世の中本当にね、ぼっちでいるっていうことを、前提として作られてないことだけは私も知ってますので、だからね、大学ぐらいなんですよ、本当に。こんな、まあ、高校でもできると思いますけど、高校は私は友達が、まあ、いたけど、だから大学ぐらいなんですよね、一人でのびのびと本当にやりたいようなことをやって、周りからの誘いでサークル入ってください。いや、結構ですね、そういうことがね、いっぱい言えるのは大学ぐらいですから、まあ、ちょっとそういうのをやってみるのもいかがでしょう。例えばこれがですね、社会人になってね、どうですか、労働組合入りませんか。いや、それは入らないっていうこともできるんですけど、大体の人が労働組合に入ってたら絶対入っておいた方がね、いいですよね。組合費、月いくら払うのとかありますよね。してまた組合のなんか集まりみたいなところ休みなのに行かなきゃいけないかもしれません。めんどくさいと思うかもしれないけれど、まあ私が実際にめんどくさいと思うか別としても、でも行かなきゃいけないということを世の中いっぱいあるわけです。今から何も自分でですね、いや友達を作らないといけないから別に今、本当はまあご飯ね、食べたいんだけど、でもお腹減ってるけど、まずはそれを我慢して友達を見つけて、それからご飯食べようとか、そんなバカバカしいことをね、今からやるのはね、あまりにも私は逆にそっちの方がね、残念というかね、どうせ世の中に行ってもう散々嫌というほどやらなきゃいけないことを今からやる必要はないと私は思うわけでございます。まあもちろん友達と一緒にご飯を食べる方が単純に美味しいから食べようとか、もう少しで誰とか講義も終わるから、ちょっとじゃあ待ち合わせして一緒に楽しくランチタイムを過ごしたい、そういうことについて私はね、全く問題のないこと、むしろ素晴らしいことだと思うのでありますが、そうではなくね、とにかく自分が誰かと一緒にいないとそれが落ち着かないという、ただそれだけの人はですね、本当にちょっと考えた方がいいかもしれない。もしかしたらその人は墓地の才能があるかもしれません。だって誰かと一緒にいないと落ち着かないというだけだったら、まあ、つまり誰かと一緒に一人でご飯を食べるのもそんなにつまらなくはないかもしれないという可能性があるからです。言ってる意味わかりますかね。だから誰かと一緒にいるというその事実のみが重要なのであれば、逆に言えばね、そんな事実は空虚なものですから、そんな空虚なものに満足しているということは、逆に言えばもしかしたらそんなものにはそもそも満足する余地など最初からなくて、ね、そこのところをスキップして考えることができるかもしれないということでございます。まあ随分と長くなっておりますが、あとはまあぼっちの人から見た世の中ということをもうちょっと簡単にご紹介してみましょうか。他に何かあるかな。そうそうパッとは思い浮かばないけれど、学校に行くってやつね。学校に待ち合わせて行くのも、まあそれはね、友達と喋って学校行くんだって面白いってのは私知ってますけど、なんですかね、その一人で学校行けないとか、いるらしいですよね、本当にね。これも本当にまたどうかなと思います。だって面接とかどうするんですか。友達と一緒に就職の面接とか行きますって話なんですよ。だから個人的には一人でね、行動するという癖をつけないと、世の中結局一人でですね、回らなきゃいけないことというのは世の中にいっぱいあります。一方で一人では絶対にできないというかね、もう一人で歩いていると人間失格という烙印を押されるという場面もただこれからは見えてまいりますから、特に私たちの世代はね、これからたくさんあると思いますので、今のうちにぼっちを満喫するということもいいのではないでしょうか。まあ私のぼっちの生活をね、まあこんな、いい生活だよというのをやると、まあ授業も私別に遅れてってもですね、お前遅れてきたなとか言って周りから生やされることはないんですよ。だって誰も私のことなんか、まあ知ってるだろうけど、多分ね、こんだけもう大学でも毎日スーツで通ってるとかそんな感じですから、多分私大学の中じゃ有名だと思いますけど、私はその周りにいる人を誰一人として知りませんので、まあ関係ないじゃないですか。だから私に話しかけてくる人もいないし、なんで、まあ、授業いつもね、私は、ちょっと大盛りのカレー、もうちょっと急いで食べないで、ゆっくり食べた方が消化にいいだろうなと思ったら、1時に始まる授業、1時5分ぐらいに入っていくとかね、まあ、そういうことはよくやるわけでございますけれど、そのまま完全に私の自由。というかね、まあ、あと、友達と一緒に食べてたらね、ちょっとじゃあ、こうご飯食べてるから、まあ、先行ってでいいよ、みたいなこと言ったら、向こうが気遣って待ってくれるかもしれないじゃないですか。そういうことになると、こっちとしては迷惑なわけですよ。別に待ってくれなんて頼んでないのに、なんかそっちに迷惑をかけてですね、こっちがなんか悪いことしてるような、もしかしたら雰囲気が出てしまうかもしれない。こっちとしてはね、好き勝手にやらせてもらいたいわけです。相手のことなんか何も考えたくはないわけです。だから、大学墓地というふうになりますね。まあもちろん、あとは、待ち合わせ。今日学校一緒に行こうよ。めんどくさいな。ちょっとめんどくさいからさ、君先行ってくんないよみたいなね。そういう LINE をなんかするのもなんか悪いような気がするし、まあ結構私やっちゃいますけどね。そういう感じなんで、なるべくですね、私は一人での生活を、好んでおります。皆さんもやってみるとね、楽しいと思うんですけどね、この感覚はあまり、共有できないものなんでしょうか。
のとにかく人に何ら気を使わなくていいというところが一人で生活する素晴らしいところなんですよ。誰一人として自分の周りにですね人間関係が構築されておりませんので、ね、人付き合いに疲れてとかよく言うでしょ、会社の退職理由がとか、人付き合いがうまくいかなくて人間関係がうまくいかず、それで不登校になりましたとか言うけど、その心配はないんですよ。だって人間関係なんかないんだからというわけなんです。これは本当に楽ちんな生き方なので、学生のうちにしかできませんから、どうぞもうね興味があるという方は、別に無理して頑張ってやる必要はないんだけど、一生懸命友達とつるむみたいなことはやめてもねいいんじゃないかと思います。そういうわけです。どうもありがとうございました。よいしょ。はい、じゃあこれ止めておきます。